隣でバナナで帽子かぶるけどクマとかできるの？あ、できん。帽子かぶったらできないですね。クマ。ロングにしていろんなアレンジしてみたいって思うことはありますね。あのメンバーが可愛くて、でも多分メンバーだからなんだろうなって思う。これ私がいると可愛い、違うんだろうなって。はいよ。夏はショートが一番いいよ。15分配信できた。ロングココア。確かに呼び捨てに決めてもらうか。昔ロングでしたよ。あの小さい頃はあんまり美容院とかに通わなかったので、美容院に通うよりも虫取り行ってたんで、美容院に通うより虫、セミ取る方が好きだったけ、今は虫取りするより、セミと一緒に遊ぶより髪切る方が楽しい。変わっちゃったな私。セミってなんで死んだふりするんですかね。もう今はセミ触れないです。変わってしまった。野生児から女の子に。いや野生児って、いやみんな、虫捕りってみんな好きじゃないんですか。でも東京の人って虫捕りとかするんですかね。なんか今思ったんですけど、広島ってなんか私が行ってた公園とかめっちゃ木があって、なんか木っていうか、なんか公園のなんか敷地があって、なんか公園なんか森コーナーみたいなのがあって、そこにめっちゃ木が生い茂ってるところで、そこにセミがもう何百匹もいたので、そこに行けばもう虫の世界みたいな、時々カブトムシもおるよみたいな。で学校にもなんか学校があって、学校の校舎があって裏庭があって、なんか森の、いや木がいっぱい植えてあるところがあって、木登りとかもしてたんで、まあ多分小学校怒られてたけど、だからもう、なんか森コーナーがこうあるのが当たり前だったけど、あーでも確かに広島の市内じゃなかった。猿ですよ。もう
なのに変わっちゃってな、もう化粧とかしちゃってよ。髪の毛どうしようとか考えてなかったですよ。もうそれセミ今日どセミ何匹取ろうとかしか考えてなかった毎日。髪の抜け殻めっちゃ拾うの好きだった。昔日焼けとか気にしてなかったからこう目もね、目が茶色か、目が茶色いってか、なんかあの髪も目もなんか昔もっと茶色く見えたんだ。他が茶色かったっけ。日焼けしてもうこのもっと目とか髪が茶色く見えるぐらい日焼けしちゃったけ。変わっちゃったな。虫めっちゃ好きだったもん。なんで好きなんですかね、子供って虫が。おもちゃ的な感じ、感覚、生きたおもちゃみたいな。あのおもちゃで遊ぶと相手してくれんけど虫は相手してくれる。虫怖くない女の子だった。そうなんですよね、もう変わっちゃったな。いや今あのでも本当に苦手な人よりは苦手じゃないけど、羽黒トンボ見つけたやん。え、そうなんですよ、なんかはい、ゴキブリは大丈夫。え、大丈夫っていうか、まあ大丈夫じゃないですけど、本当にこうゴキブリ見つけてわーっていう感じ。あの本当にこうわーみたいにならん、こうわーちょっと身をこっちに寄せるかなって感じ。本気のなんか本気のなんかキャーとかではない、なんかスティールね、もしゴキブリが出たらもうどえらいことになる。もう、ま、もうねお祭りですかってぐらいね、いろんなとこで叫び声がね、ゴキブリがいるっていうことを聞いてゴキブリがいるの、もうキャーキャーキャー、もうそう、あもうね収集つかなくなる。ちょっと見てみたいけど、
面白いな。ドッキリでおもちゃを置いておく企画。恐竜のおもちゃとかありますよね、リアルなやつ。今日は眠たい。今日も、あ、もう30分ですか。はいはい、そう、寝れんかったよね、昨日とか最近。勉強したいと思います。今日は公演頑張ります。なんで眠れんかったんじゃろ、この3日間ぐらい。では公演頑張っていきます。朝からレッスンがあるのでね、頑張ります。ではランキングを読みます。13位、マヨピングさん。12位、ヨーコさん。11位、かきひろさん。10位、こまめまきさん。9位、きんぱいさん。8位、たくぞさん。7位、ひささん。6位、あかひるサンタさん。5位、ヨハンソンさん。4位、スエンさん。3位、ネココアさん。2位、ヘイさん。1位はノッシーさんです。ありがとうございます。皆さん、配信を見ていただきありがとうございました。それでは今日も一日頑張ってきます。バイバーイ、ありがとうございました。レッスン行ってもなくないように、ありがとう。